我が家の大きなミクさんを連れて、ディズニーランドに行こうと思い、差し支えないかメールで問い合わせてみたのですが、その結果、下記のような回答だったのでお知らせします。私はダメと言われているところに、無理に行こうとはしませんので、数年後に再度問い合わせてみようと思います。ミクは俺の嫁、とノリで言ってるならまだ流せるが、大真面目に、初音ミクと結婚しました、と公表し、一般の夫婦と同等と主張し出すと、こちらも、大前提である両者の合意は、意思の存在しない相手と結婚、と真顔になる。ましてや両者の合意のもとの、同性愛と同列に並べられると、なおさら強い疑問が湧く。あと本人意思がどうこう言い出すと、本人意思など存在し得ないイラストに対して、性的搾取、だの、女性の人権、だの騒いでたフェミニスト界隈に刺さりますけど、大丈夫ですか？だから消費されてるのは、絵の中の人物じゃなくて、世の中の女性の性的な部分だって言ってるじゃん。理解できないのかな？大変ですよー、大変ですよー。なんだなんだ、どうしたんだ、キメイマルー。あの人気キャラクター、初音ミクと、結婚式を挙げた男性が、東京ディズニーランドに大きなフィギュアと一緒に行けるのか問い合わせた件に対して、フェミ騎士さんとついフェミさんが理解不能な発言をされているんですよ。ツッコミどころありすぎるんだけど。ちょっとキメイマルー、その話、もっと詳しく聞かせてくれだぜー。はい、わかりました。今回は初音ミクと結婚した男性 VS フェミ騎士、ついフェミについてです。本当に何を言っているのかわからない。ついフェミさんたちを、皆さん冷ややかな目でご覧ください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。まずは今回ついフェミさんたちのターゲットとなった、初音ミクと結婚した男性について、簡単に紹介させていただきますねー。お願いしまーす。その男性とは、秋葉原では伝説の人物として知られる、近藤昭彦氏で、近藤氏は2018年の11月に、初音ミクのぬいぐるみと結婚式を挙げ、家にはたくさんの初音ミクのフィギュアや、ぬいぐるみがあり、ミクさんすべてが奥さんとして、一緒に生活されているそうです。なるほど、結婚式挙げるってガチ感すごいな。なんかこういう考えって受け入れられない、って人も多いと思うんだけど、個人的には夢があるなーって思っちゃう。この近藤氏が、先日、こんなツイートをされました。我が家の大きなミクさんを連れて、ディズニーランドに行こうと思い、差し支えないかメールで問い合わせてみたのですが、その結果、下記のような回答だったのでお知らせします。私はダメと言われているところに、無理に行こうとはしませんので、数年後に再度問い合わせてみようと思います。大きなミクさんとは、大きな初音ミクのフィギュアのことみたいですねー。ディズニーランドは2014年に同性カップルの結婚式を実施しているので、性的指向の多様性には理解があるものと思っていましたが、残念です。しかし、電話で2度回答があり、最初の回答に4日、2度目の回答にさらに4日かかっているので、十分に論議を尽くしてくれた結果なのだろうと解釈しています。私は中学3年生の時の卒業旅行で、ディズニーランドに一度行ったきりなので、今回の件は初めて自分の意思で、ディズニーランドへ行こうとした試みでした。割と近所に住んでしましたが、ずっと無縁に近い状態だったのです。いつか我が家の大きなミクさん同伴で、行けるといいなと思っています。これだけ見ると、特に誰かに迷惑をかけているわけでもないし、一般的な常識のある方だなぁ、って感じじゃないか。これのどこに、フェミ騎士さんや、ついフェミさんは噛みついているのかな？まずはフェミ騎士、釣り金虫さんのツイートをどうぞ。ミクは俺の嫁、とノリで言ってるなら、まだ流せるが、大真面目に、初音ミクと結婚しました、と公表し、一般の夫婦と同等と主張し出すと、こちらも、大前提である両者の合意は、意思の存在しない相手と結婚、と真顔になる。ましてや両者の合意のもとの、同性愛と同列に並べられるとなおさら強い疑問が湧く。本物のフェミニストであれば、普通の人よりも多様性があると思うんだけど、このフェミ騎士さんは、少数派の意見は無視無視、って感じだね。この人は、
初音ミクと結婚した俺を演出したいだけで、無生物に対する一方的な結婚宣言は結婚たり得るかは何一つ真剣に考えてこなかったようにしか見えない。むしろ表面的に多様性、性的指向などの言葉を振りかざして、それらの概念を茶化して揶揄しているようにしか自分には見えてこない。これってついフェミそのものの話にすり替わってる気がするんだが、また三次元の存在として見るなら、意思の確認できない存在である一方、二次元キャラクターとしての初音ミクは多くの人たちの人気を得てる。そのキャラクターを相手の意思の確認を行わず、自らの意思で一方的に、初音ミクは妻として私が占有すると宣言する傲慢さは、いい加減誰か指摘すべきだろう。誰がそんなこと言ってんだー。少数派だけど常識のある人と、少数派で常識のない人の違いがこれか。途中から自己紹介始まったのかと思ったぜ。このフェミ騎士さんに対する世間様の反応がこちらです。誰か通訳してくれ。何言ってんのか本気でわからん。誰も扶養控除や年金の支給、手当を求めてるわけじゃないでしょ。誰が困るの。誰も困らないことに真面目になって、アホなんじゃないの。あの人、初音ミクという概念を占有しようとしてたっけ。人形を初音ミクのアバターと認識して、それと結婚したと僕は認識してるんだが、他の人が初音ミクをボカロとして使おうが、イラスト加工が俺の嫁と言おうが、抗議したりしてないよね。エッフェル塔と結婚した女性って、エッフェル塔を占有してただろうか。エッフェル塔と結婚した女性もいるんだ。ベルリンの壁と結婚した方もいたよな。お、こいつついにフィクトセクシュアルを差別し始めたぞ。僕は男だが彼を愛してるとノリで言ってるのなら構わないが、大真面目に結婚すると言い出したなら感化できないな。男かける女という生物の正しいやり方に反してるとおっしゃる右翼様と同じこと言い出したね。てかさ、手間だけ虫はそんなに架空の存在の意思を尊重しろってんなら、タワワだの、温泉娘だのの気持ちにも配慮しなさいよ。お前の存在が不適切だと言われたら傷つくでしょ。自分に都合のいいとこだけ抜き取るから、言ってることがめちゃくちゃになるのよ。このツイートに反応している人たちのツイートが流れてきましたけど、この人が振りかざす論理は性的少数者にも跳ね返る気がするのですが、大丈夫なんですかね、などなどがありました。毎回毎回フェミさんたちは都合が良すぎるのよ。先ほどのフェミ騎士さんに対し、ある方が、ご存じないかもしれませんが、例えば初音ミクに対して愛情を抱くというのは、対物性愛に該当し、異性愛、同性愛と同じく性的指向の一つなのですよ。どんな性的指向であろうと、挙式だけであれば法に触れることもなく、個人の自由です。無理やり法的に認めさせようとする愚行なら話が別ですが、あと本人意思がどうこう言い出すと、本人意思など存在し得ないイラストに対して性的搾取だの、女性の人権だの騒いでたフェミニスト界隈に刺さりますけど、大丈夫ですかとツイートされたのですが、これに対しついフェミさんが噛みついているようですね。なんて言ってるんだ。この人何言ってるんだろう。イラストの意思や人権を尊重しろって言われていたのではなくて、女性の性を物化して消費するなという意味で、性的搾取、女性の人権侵害と訴えられていたのだと思うのですが、これに対し、女性の性を物化して消費なんて定義すらされてない抽象的な批判に逃げるしかないんですかね。まずは実際に消費された被害者を屏風から出してみてくださいな、とつい主さんが返答。これについフェミさんは、だから消費されてるのは絵の中の人物じゃなくて、世の中の女性の性的な部分だって言ってるじゃん。理解できないのかな、とおっしゃっていました。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでついフェミさんの言ってることが理解できないんだけど。理解できないのかなって、普通は理解できないだろ。このフェミさんの意見に対し、世間様は、二次元と三次元、紙や電子の中でのみ起きてることと、現実で起きてることの見分けつきますか。誰もあなたで消費しないのでご安心ください。どうしよう、本気で理解できんこれ。消費、という言葉の定義そのものが違うのか、これもしかしてマジでわからんぞ。混乱してるー。
いやでも本当にわかんないよこれは。さっぱり理解できないね。絵を見ている人たちは絵の中のキャラクターに魅了されているのであって、現実の他の女性は意識にない。じゃあ現実で恋人などに性的関心を向けている男性は世の中の女性を消費しているわけ。消費されてるものは誰でもありません。絵の中の可愛い女の子を見て、自分を同一視するのはうぬぼれにも程がある。鏡を見なさい。あなたはそこまで可愛くない。絵はものです。点と線の芸術です。消費されたものがあるとすれば、それはあなたの心だけ。かわいそうに。フェミさん悟されてるじゃねえかよ。やっぱりフェミさんたちには、二次元と三次元の違いが分かってない方、多めってことなんだろうね。分かってたらこんな発言、出てこないだろうしな。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう、通知音も忘れずにお願いいたします。